引いて、こういう感じに。どうですか？で、こう頭ちょっとね、肩ここに入れてください。高さはいかがですか？はい、ちょうどいいです。で、肩をもっとね、壁の方に。そう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 。はい、ダウンドッグでここまで歩きましょう。力で上げないようにしますね。で、脇締めて、ここで。そうそう、肘、で、骨じゃなくて、ここの肉でやりますね。筋肉。はい、そのまま。え？片足上げましょう。そのまま？うん、あ、脇締めて、脇締めて。はい、右足上げます。はい、上げます。どうですか？気持ちいいです。はい、ありがとうございます。ナスコさんバッチリじゃん。うん、いいね。あ、気持ちいい。絶対足は、足とお尻をね、離さないんです、これ。はい、私離れて平気そうですか？はい、はい、それではサンドしたい人はしてください。ま、入れます？お願いします。そしてこっちから降ります。はい、いいですよ。はい、で、頭上げないで、このままサイドポーズ、カシャカシャしなくていいですよ。はい、どうですか？呼吸します。ここで30秒、そう、それこっち、こっちにテンション。そうそうそう、高くなります。どうですか？すごい、なんかむちゃくちゃ新鮮。3ヶ月お疲れ様でした。3ヶ月間でかなり先生変わったと思うんですけど、ご自身の中で向上心とかがどんどん芽生えてきて、全然変わってなかったってご自分の中では思ってるかもしれないんですが、かなり細かいところを変わってきてるので、引き続きですね、続けていただけたらなというのが、まあ、今後の目標になります。頑張りました、お疲れ様です。3ヶ月っていうのが早いようで長いようで、今日が一応その区切りということで、代々木の代々木上原の、床篠原先生の、教室に今日来まして、汗を流しました。一回やって慣れた部分があるとしても、やっぱり数日経ってしまうとまた同じポーズがきつかったりっていうのがあるわけなんですけど、ちょっと最後はちょっと期間が空いてしまったので、続けてやっていった時の何ていうか、自分の体が変わっていくぞっていうようなその感覚っていう、少しこうなんかこうボケてしまってるのかなと思って、やっぱりやんなきゃいけないね。1週間に最低1回ぐらいやれるとすごくいいと思います。できなかったポーズが信じられない、あんなポーズ絶対できないだろうと思ってたものが少しずつ、できていく、何かこう達成感とともに体が変わっていく、こんなきついのないですよ、はっきり言って。だからきつければいいっていうもんじゃないんでしょうけど、変わる、進化する、良い方向に行くっていうことのきつさっていうのはやっぱありだと思うんですね。でさっきゆか先生も言ってましたけど、そのきつさが爽快感に変わっていく、爽快感っていうのが大事だと思うんですよね。つければいい、汗かけばいいっていうことじゃなくて、その後にやっぱりこう気持ちよかった、よしもう一回やるぞ、戦えるぞ、強くなるぞ。やっぱり私の場合はゴルフです。まあ、今回はこの3ヶ月のヨガを通してヘッドスピードがどれだけ上がるかという、もう非常に、まあ単純な部分で、分かりやすい挑戦みたいな感じで作ったんですけど、やっぱりゴルフは当然距離だけじゃない、そしてスコアにもつぶるとすれば、またさらにね、これから、ゆか先生の指導を受けてやってみたいな、そんな気持ちに今すごくなってます。はい、まあ、とりあえず今日は、この3ヶ月間のお約束ということで、じゃあこの数値がどう変わったか、この 2,3 日中にですね、早速、近所のワイズファクトリーというそのゴルフショップに行って、数値を取ってきます。はい、まああれだね、血液検査みたいなもんだよね。まあ、そんなことでそれはそれで、報告したいと思います。何言ってるか分かんない、そんなことはない、変わりました、このツヤ。はい、ゆか先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、このプロジェクトといっても自分で決めて自分でやったんですけど、3ヶ月前にこういうドライバーの数字があります。ゆか篠原先生のヨガの、まあ、トレーニングを受けて、この数字がどのように変わったかということですね、ついにその日が来まして、
本当にエグザクリー3ヶ月経ちました今日で、ワイズファクトリーにお邪魔して、わざわざちょっとこの一発を撮るために山下さんに、こんにちは、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。恥ずかしい。すみません、ちょっと待ってくださいね。一発勝負、はい、別に一発、一発じゃなくてもいいのか分かんないけど、まあ、実際ですね、じゃあヨガの3ヶ月間で何が変わったかは、足の指がガッと開いたことが確実に変わりました。そして、この手が後ろの方に行くということも変わったし、目線ですかね、この目のその使い方っていうのかな、そういったものもちょっと変わったことは自分の中で確実にあります。さらにじゃあどこが変わったかというと、例えばこうストレッチやって痛いな、痛い、痛たたたって止めちゃうんじゃなくて、そこから呼吸を深くすることによって、その痛いと思って自分で止めてたことが、実はそのそこから意外と伸びるんだなみたいな、そんなこともあるし、まあ3ヶ月でじゃあ何が変わるかって、あまりにもちょっとこれは、短いだろうっていう感じもあるかもしれないけど、まあとりあえず、とりあえずね、3ヶ月間でいいですか。大丈夫です、いきます。一緒です。でも体はちょっと変わったような気がしますね。肩甲骨周りが柔らかくなってて、あとこう呼吸法がちょっと自分では変わったかなっていうふうに思います。まだまだ柔らかくなるんじゃないかな。3ヶ月でここまでだから、また半年1年っていうふうに、まあ、ゆか先生にも言われたんだよね、1年やんなきゃ分かんないって。なんかそんな気がします。なんかいい数字が少しずつ出てるような気がしますので、これからも続けていきたいと思います。こういうの数字出し始めるとちょっと本気で振りたくなっちゃうんで、エンジェルシャイコー。